トゥルク大学はフィンランド南西部の都市トゥルクにある大学。1920年に設立されたフィンランドで2番目に大きい大学である。学生数は約1万8000。欧州大学連盟、コインブラグループの加盟校である。トゥルクで最初の大学であるトゥルク王立アカデミーは1827年のトゥルク大化の後、新首都ヘルシンキへに移転した。 1822年にトゥルクで学び始めた人物に、ユーハン・ビルヘルムス・ネルマン、エリアス・リョンドウと、ユーハン・ルードビー・グルー・ネベリがいるが、この3人の銅像が大学級に置かれている。現在のトゥルク大学は1920年に設立された。当時のフィンランドの知識階級は、純粋なフィンランドの大学を欲しており、22,040人が設立の資金集めに寄与した。 その資金収集活動と独立の達成は、現在の大学の標語、自由な民衆から自由な科学への贈り物に反映されている。その資金提供者を記念して、22,040という名乗りキュールが大学の食品科学者たちによって特別に製造された。これは、クラウドベリー、ナナカマド、黒梅もどきといったフィンランドにちなんだ果実への敬意も表している。 設立当初、トゥルク大学は、市の中心、市場広場の近隣に存在した。1950年代、新しいキャンパスが、ロシア級に建設された。1960年代になると大学は、急速に拡大を始め、現在も成長は続いている。1974年に公的機関に制定された。約1万8000人の学生のうち、約5000人が、 博士課程の学生である。最も大きな学部は人文学部と数学、科学部。大学のメインキャンパストゥルク大学には7つの学部がある。また、上記の学部に属さない多くの施設を有する。トゥルク大学はトゥルクサイエンスパークの一部とキャンパスを共有している。管理施設とその周辺の複合施設は1950年代に 現在の大学級となる場所に建設された。キャンパスは拡大を続け、19世紀に建てられた軍隊兵舎も獲得。近年では、エドカリウムと呼ばれる教育学部の建物と社会科学部のプブリクムと呼ばれる社会科学部の建物が追加された。ありがとうございます。